新潟2日目今日は部屋の内覧。 Dude, that father is 10 men per. 今日は2つの部屋を3つかな見させてもらう予約をしています。子供たちはおじいちゃんの車に乗りました。 Here we go。 さあ今日は内覧ということでスキー場のすぐ麓にあるリゾワンから行ってみよう。なんてこった広い。コンシェルジュもいます。あらら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  ら素敵。あれちょっとやめろやめろやめろ。なにそんなことができるソファーなのね。これすごい。プールあるってよ。プールがあるよ。このに見て、やばい、すごい。うわ、ちびっこプールもついてるし。本当だ。真面目に 25m 練習できんじゃんこれ。小鳥さん、冬でも水泳できますよこれ。プールがあるよ、プールがあるよ。大きいねこれ。まずはお風呂。お風呂、はい。浴場行きます。はい、すいません。お風呂行ってみます。失礼します。男性も女性もどうぞこちらで。はい。靴脱いでね、靴脱いでねみんな。あ、大丈夫です。お、でかい。でかーい。広い。シャワーもいっぱいある。小鳥さん、お風呂でかいですね。やばい、ジェットバス付き。やったやった、すごく素晴らしい。サウナもあります。暑い。小鳥さん、卓球場ですって。すごい。はい、卓球とフィットネスができます。フィットネス。続きましてはお部屋を早速案内いただきましょう。ラウンジ。だからよその家族とも一緒に来た時、ここでカラオケもできる。わ、この部屋、角部屋。てってれー、お邪魔します。はい、入ってみてください。まず今日の部屋の、今日の部屋だよね。うそー、やばい。あ、てってれー、景色やばすー。うおー、こっちにもあるの。こっちにも部屋があります。てってれー、広い部屋。やばい、景色やばい。すげー、ほんとかよこれ。すごいよ母ちゃん、景色。キッチンからもすごい景色。何キッチンの景色これ。うわー、我は一気に小鳥部屋として。和室。きゃー。湯沢の町が一望だよ、一望。山見る。ん？あれ？神楽スキー場？神楽スキー場だ。あれ、ここまだ。興奮が収まらないよ。やばいね、この景色。反対側の景色は、スキー場。すげーな。ここ4階のロビーになります。こちらがチューンナップコーナー。ロッカールームとかになってるらしいですね。レストランですってよ皆さん。そしてここがブーツロッカー。やばいですよ、サミさん。もう今ここしか考えられなくなってきてるでしょ。それがやばい。でもブーツは乾かさなくちゃ、だから持っていかなくちゃだからな。そうね。まあ、涼しい。これが噂のスキートンネルです。スキートンネル行ってみるぞ。来たー、ここだー。すげー、ゲレンデにデレルー。スキー場事務所の横に出てきました。さあ、じゃあ次のマンションを見てみましょうか。さあさあ、次はここは中の上ぐらいだそうです。グレード的に言うとチャイルドルーム、いきなり正面に。ここもコンシェルジュあり。コンシェルジュですか。やはりね、コインランドリーは必ずある。ス
きロッカールーム。ああこれぞ伊沢のリゾマン。当たり前、このスキーロッカーが使えます。たかじゃーん。あースキーは1、2、全員入るかな。入るか。こんな感じで4人分。あお風呂を見に行きましょう。いい湯だな。さあ見てみましょう。おナイス。ここも広い脱衣所。そして中はこちら。わあ大きい大きい。十分です。あ素晴らしい温泉です。薄いで有名な湯沢の温泉。なるほどおじいちゃん温泉がありますね。あ落ちるぞお前やめとけ。313号室 Here we go。 お邪魔します。あー狭いね。確かにね。ダメなの。冷蔵庫が。あ冷蔵庫もついてんのこれ。あ、なにこれ、いいじゃん、全然用意しなくていい。それがいい。うん、それだけがいい。布団まであんの？すごいね。使っていいの？ここにあるものはすべて。だって、あーこれ楽ちんだね。俺らみたいに短期っていうふうに割り切ってんだったら、これはすごい得点高いかも。だって何も用意しなくていいじゃん。ジャン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 。第2、越後ユーザーは七夕タタタタタ。ここもフロントがあります。わあ素敵。これはいいですね。こうロビーも、ラケットボール入ってみましょう。あスカッシュだ。スカッシュスカッシュスカッシュできる。このりスカッシュすごいスカッシュコート。めっちゃいいじゃないここ、うん、アイシータイム。こんにちは。次はお風呂。お風呂です。あ、卓球コーナー&サッカーゲームコーナー。あ、フィットネスコーナー。ここにフィットネスコーナーがございます。お、禁断の女湯に。女湯です。パウダールームが広くある。ここじゃん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 。時間になると。なんだこれすげーいい。うわーやばい。いろんな湯があります。いやーすごい。一番いいね。あ、そうだ、スキー場見ながら入れる。すごい。お風呂いい、これ。スミさん、あなたのお風呂ライフがかなり変わりますね。すごくいいお風呂だった。さあ、では、部屋を見に行ってみましょう。入ってみましょう。438号室、ででん。なんでラオ？チェッチェケラオ。お、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 のこのこ。チェケラチェッチェケラ。いいじゃない。いいじゃない、いいじゃない。あ、いいじゃない、いいじゃない。ここがいい、そうだね。ここがいい。スキー場目の前。目の前。悪くない。私たち簡単に心が揺れ動きます。これスキー場全貌見えんのいいね。結果。あ、いいんじゃないこれ。じゃあほら、おじいちゃんおばあちゃんこっちの部屋使ってもらって。はい、こんな部屋です。悪くない。そうだね。うん、悪くない、悪くない。いや、いいね、お父さん、ここここいい、うん、急上昇、急上昇。目の前がいつもさ、ナイターのゲレンデが見えるし、すぐそこがリフト乗り場だから、ここから歩いてすぐピョって行ける。ああ、あるもんな。うん、あ、小鳥さん広いですね。これ8畳ですね。1、2。いやー、これはいいじゃない。さあ、本日最後チェックする物件はこちら、シルバーグレース。チゲラ、行ってみましょう。こんにちは。温泉。温泉、
そこは一気にポイントが高いです。お風呂はどうでしょう。じゃがじゃーん、そっちだ。あ、ちょっと小さいね。ちっちゃいね、コンパクトです。悪くないね。あー、いいですね、いい湯ですね。まあまあ十分、設備はどこもあれね、お風呂きれいね。おっと、はあ、はあ、なるほど。あー、なるほど、悪くなかったね、予想以上に。あ、 FF ヒーターで灯油の。キッチンがちょっとね、ただちょっと洗面とかもね、キッチンも狭くなるんだな。そうだな、悪くはない。リゾートマンション内覧終了。マンションの数は4軒で、部屋の数は5部屋見ました。だいたい2部屋に絞られますかね。これからちょっと会議を行いたいと思います。 Here we go。 さて皆さん、おじいちゃんたちともいろいろとお話をしまして、ちょっと今日見た部屋の中から具体的に話を進めていこうということになりましたけども、今からそれでは今夜泊まるチェケラーしに行きましょう。チェケラー、チェケラー、チェケラー。じゃあ今夜私たちは友達からですね、このお部屋の鍵を借りたので一晩泊まってみたいと思います。今日はお試しお泊まりを挑戦したいと思います。 Here we go。 さあ行ってみましょう。ディリー、あ、縦長に広い部屋です。では見てみましょう。こんなお部屋です。おー、なるほど。なんと生活感漂うスノーボードウェアだらけの部屋です。はい、そこで跳ねない。てってれーてってれー。この部屋はスキー場向きの部屋で、今日は泊まっていいよって。今日もいい一日だね。約20年ぶりになるんじゃないでしょうか。ここに来たのはレストラン北国です。実は僕はものすごい思い出深いレストランです。 Here we go。 やったー、こんばんは。やったやった、ここにしよう。そして私、生姜焼きカレーライス、いただきます。ごちそうさまでした。はい、ありがとうございました。ごちそうさまでした。20年前、グレッグというアメリカ人と来て、僕はここで悔しい思いをしたことがありました。20年後戻ってきたら夢いっぱいで戻ってきました。どうだ。わあ、なんと夕焼けが綺麗じゃないですか。それじゃあ今晩はパノラミックに泊めさせてもらいましょう。 Here we go。 この景色はすごいな。でもな、やっぱりすごいね、うん、これね、この景色はヤバす。こんなお部屋を今夜はね、使わせてもらってます。今から大浴場へ行ってみようと思いますが、この、マンションの利用者は、ほぼ24時間毎日大浴場を使えるということです。なのでほとんどの人たちが部屋の風呂はもう入らないって、毎日大浴場に入りに行く、そんな生活になるらしいですよ、はい、体験してみましょう。 Here we go。 外に出てますけど、はい、何しに行くんですか。クワガタ捕まえに行きます。マジですか。はい、どうやら情報によると夜明かりの下に集まるそうですよ。そうなの。はい、行ってみましょうか。はい、Here we go。注意が。この明かりの下だって。え？どこ？え？いきなり？クワガタ。車開けて。父ちゃん車。ああ、すごい。いきなり。いきなり。いきなりクワガタ捕まえちゃった、これメス。マジかよ、そんなにすぐ？え、ここにも？ここにも。え、ちょっと待って。え、この下に集まってくるの？そう、この光に集まるから。いきなりですね、来るや否やあのカブトムシのメスを捕まえられたというハプニングで興奮しておりますが、どうやらこの電気にですね、さまざまな虫が集まるそうです。本当だよ、それもだよ。あ、こうメスメスメス、クワガタのメス、アゲインです。さあ捕まえましょう。なんでそんなことしてんの。この捕まえればいいじゃない。捕まえちゃうの。はい、これだけメスがいるってことはオスもいるってことだからさ、ちょっとよく見て、みんな周りを。
歩いてる可能性があるよ。今日は7月6日ですね。どこに、はい、捕まえろ捕まえろ、お前男だったら捕まえろ手で。なんとクワガタの頭部、ここにもいる。クワガタの死骸がたくさん、こっちは見て見て、こっち、なにこれ、いっぱいいるよ。クワガタの死骸いっぱいいる、ほら、いっぱいいるよ、ほら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 、やばい。ここは自然界の弱肉強食、必ずしも大きいやつが強者とは限らない。おい、ほんとか。でん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 、オスクワガタ発見。え、どれ、このが発見した。オスクワガタを発見しました。捕獲しますよ。待って待って、写真怖い。捕まえろ、頑張れ。お前がやらないと意味がない。逃げられちゃうぞ、こいつ飛ぶかんな。あ、頑張れ。取れない。嘘だろ。青頑張れよ、お前しかいないぞ、できるのは。かわいい。青は小鳥はできるか。やだ。でれー、捕まえないの。青いができないんだって。青いやれ、俺が持ってってやるから。そうだ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 、お腹をギュッて捕まえ、お腹、そう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 、お腹お腹、今だ、今ならいける。そうだ、頑張れよ青。お前男だろ。ほら、行け。せーの、せーの、せーの、せーの。大丈夫。行け。オッケー、オッケー、オッケー、オッケー。せーの、よし。よし、行った。さすが小鳥。イエーイ。我が家の番長は小鳥です。小鳥。はい。チキン青い。クワガタが捕まえられませんでした、チキン選手。ダメだな、小学校1年生の時かぶったよ。クワガタ、クワガタ、クワガタ、クワガタナイトでした。これが湯沢ポテンシャル。朝です、朝です。朝の景色はこんな感じ。チカチカチャンチャンチャン。向かいが中里スキー場かな、あれ。おはようございます。コドピランド、おはようございます。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 今からどうされるんですか。クワガタたちを逃がす。逃がします。では逃がしてあげましょう。開けます。開けます。せーの。ゲットだぜ。お。あ、クワガタたち。バイバイ。せーの。さようなら。バイバイ。あ、飛ばなかったね。青い緑の中にいる方がきっと幸せだから。怖いな。だっせー青、まだ捕まえらんないの。待ってじゃあクワガタくん、君は元気に自然に帰れよ。うー、なぜ飛ばない。まあ彼らはこれで幸せになるでしょう。今日はお部屋に泊めさせてもらいましたけども、いかんせんここに住むっていうイメージが出なかったな。旅行で来てる感じでした。いいとこだったね。ここはじゃあちょっと第一候補ということで、はい、まだまだ検討はしていきながら、湯沢の生活を一晩体験してみましたけども、まあ、夏は暑いね。いい経験になりました。この景色はやばい。もしこんな素晴らしいところに滞在することができたら、僕らの考える新しいライフスタイル、最高の形で体験できるのではないでしょうか。全く違う生活を体験するならば、やっぱり極端な環境を選んだ方が絶対面白いに決まってる。どうせやるなら思い切っちゃおうぜ。人生楽しんだもん勝ち。それではまたお会いしましょう。バイバイ。 Dude, that father is 10 men permed.